昔原神宮前まで来ましたけどね、私も使ったことが西改札口の方に来てみました。こっちの方ってなんかあるのかなっていうのと、まあね、どうしようかな、尺度からね、今回こそ、葛城山ロープウェイ乗ろうかなと思ったんですけど、なんか似てると結構大人数で乗るロープウェイみたいなんでね、なんかどっちで乗るにはちょっとハードルあるのかなっていうところと、あとやっぱ一応企画的にはやっぱこのね、新設やった時に新築いかんといかんじゃないですか。まあやっぱ一応企画優先で行くかということで、でそれに向けてまあちょうど昼ですし、なんか昼飯食えるところでもないかなっていうので、それでちょっと柏原神宮前からまあ夜にかけて、ちょっとね、飯食うところとか探しながら行ってもいいかな。で、焼きから、ふわらまで特急かな。まあ余裕あるし、急行使ってもいいんやけど、さすがにな、距離があるんだよな。ちょっと、まあとりあえず、なんか、ないかなと。チェックがてら。こんな、あれか、自転車を登らせれるよとか。とは乗らないで。こんな感じなんや、西側は。移動を渡って乗り換えばっかり使ってますからね。あ、このとこ、え、何この、え、これってあの大阪王将やな、あの大阪王将や、え、すごいじゃレトロな作りやけど気になる。ちょっとでもちょうど腹減ってるし食ってっか。さあ、食べてきましたけど、美味しかった。本当に王将なのかなと思いましたけど、ちゃんと大阪王将でしたね。そりゃそうなんですけど、本当一瞬外観見ただけだと、本当にあの王将なのかなって、なるところでしたけど、ちゃんと王将でしたね。ちゃんと、お皿とか、まあ、餃子のね、あれだ、なんかも、ちゃんと王将のあれでしたけど、結構オリジナルメニューもがかなり豊富で、なんか今まで見たことのある大阪王将ってそんなにオリジナルメニューがあるイメージなかったんですけど、めちゃくちゃここはありますね。まあ昔からあるんでしょうね。まあ昔からの感じだったもんな。で、地方はそっちが行ったあれか、そんなにあれか、駅西はちょっと下町みたいな感じで広がってる感じなんでしょうね。で、吉野行きの普通列車が行ったけど、まあ柏原から先は本数少ないですからね。吉野の方行くのも考えたけど、まあちょっと日のあるうちにあそこに行こうと思うと、あ、こんな感じで車両みたいになってんだ、すごいですね。向こう側かな。やっぱりどっちにしろ改札くぐって向こう側行かなあかんのか。まあ電車側の来るようやったらそのまますぐ乗ってったらいいですもんね。へー、こんな感じなんやね。こっち側もあ、でもいろいろあるんかな。へー、ほい、ほい。ほんとに、キッチン。こんなおしゃれな。あ、いちご飴ね。あ、いちご飴、ついに、柏原とかも来てんだ。ああ。さてと。めっさ、ふざけ入っとる。
さてと、こっちかの方かな。駅出てすぐで満足でしまったけど。あ、そんなに言ってる、そんなもん、まあ、国道かって、まあ、それなりにミスはありそうだっていうことなんですからね。うん。では、満足した。よし。じゃあ、やっと右向けて頑張っていきましょう。さすがに、ヤギから桑名までは、特急かな。さすがにしんどい。よし。で、ヤギから乗るんやったら、ここまでかなかとか。なオーナーね。これか、東京駅行くと。あ、駅の中自体充実してもね、ここ。大丈夫です。あ、バチッ。あ、すいませんよ。バチッ。もうちょっとじゃ。あ、当たりバチッしかったよ。報告以上。さあ、今日で乗らんと。はい、はい、はい。